久しぶりに休みが取れた。たった二日だけど、携帯で探されることも多分ないだろう。ボーナスも出たことだし、母に何かうまいものでも食わせてやろう。そう思って、京都貴船の旅館へ電話をかけてみた。川床のシーズン中だが、平日だったから宿が取れた。母に連絡を取ると大喜びで、鞍馬も歩いてみたいという。俺に依存はなかった。京阪出町柳から永山電鉄鞍馬駅まで約30分。その間に景色は五番の目のような街中から里山を過ぎ、一気に山の中へと変化する。また、鞍馬から山越えで貴船へ抜けるコースは、履き慣れた靴があれば、ファミリーでも2時間前後で歩くことができるし、日帰りなら逆に、貴船から鞍馬へ抜け、鞍馬温泉を使って帰る手もある。その日も爽やかな好天だった。荷物を持って歩くのも面倒なので、宿に頼んで預かってもらい、それから鞍馬山へ行った。堂々たる山門をくぐった瞬間、いきなり強い風が吹き、俺を目指して枯葉がザバザバ降ってくる。落葉の季節ではないのだが、母と来れば必ずこういう目に遭う。天狗の傘下だと母は言う。迷惑なことだ。途中からロープウェイもあるが、母は歩くのを好むので、ところどころ急な坂のある山道を歩いて本殿を目指す。雪神社を過ぎると、先々の大木の中ほどの高さの枝が微妙にたわむ。毎度のことだが、鞍馬寺金堂でお参りした後、奥の院へ向かって木の根道を歩く。魔王殿の前で一人の小柄で上品な感じの老人が良い声で歌っていた。花ゆかば、つげんといいし、山里の、使いは来たり、馬にくら。鞍馬の山の渦桜。言霊が周囲の木立に広がってゆくようで、思わず足を止め、聞き惚れた。最後の一言が余韻を残して空に消えたとき、同じように立ち止まっていた人たちの間から、ため息と拍手が湧き起こる。老人はにっこり笑って、大杉権現の方へ立ち去った。鞍馬山を下り、貴船川に沿って歩く。真夏の昼日中だというのに、空気がひんやりして気持ちがいい。流れの上にはいくつもの川床。週末は人で溢れているのだろうが、今日はそうでもない。少し離れると、清冽な流れの中、川ガラスが小魚を追って水を潜り、アオサギがじっと獲物を待つ。もう備えのできたススキが揺れる上を、トンボたちが飛び回る。貴船神社へお参りに行く人は多いが、奥の宮へ参る人は少ない。その静けさを楽しみながら、奥の宮の船形石の横の小さな社に手を合わせる。弟たちも連れてきてやれればよかったが、何分にも平日の急なこと。学生時代ならともかく、社会人が早々手前勝手なことをするわけにはいかない。母とそんな話をしながら振り返ると、さっき魔王殿の前で歌っていた老人が
こっちへ歩いてくるところだった。軽く会釈すると向こうもニコッと笑って片手を挙げる。先ほどは良いものを聞かせていただいてありがとうございました。いやいや、お恥ずかしい。老人は首を横に振り、俺と母を見やりながら、親子旅ですか、よろしいな。日にここへ来はった。今日は山祭りや。まあ、お祭りがあるんですか。祭りと聞いて母の気持ちが弾むのがわかる。老人が教えてくれる。今晩川床の明かりが消えた時分からこの先の方でありますねん。山祭りは時が合わなんだらなりませんし、ほんまの夜祭りやから知らん人の方が多いんや。もし行かはるんやったら浴衣着て行きはった方がよろし。その方が踊りの中へも入りやすいよって。母はすでに行きたくてワクワクしている。一時盆踊り命だった人だから。まあいいか、俺は盆踊りは嫌いだが仕方ない、付き合おう。川筋の道沿いに応答のような丸い明かりがぽつりぽつりとついている。俺たちの他に歩いてる人はほとんどない。奥の宮へ近づくにつれ上の音がどこからともなく風に乗って流れてきた。山祭りはどうやら思っていた盆踊りのようなものとは全然違うものらしい。奥木船橋のたもとをくっと左へ折れ山の中へ入る細い道をたどると笛の音はますますはっきり聞こえる。曲目はわからないがゆったりとしたメロディーを複数本の笛で吹いているようだ。やがて木立の間からたくさんの白い提灯とその明かりが見えてきた。そこは体育館程度の広さの空き地になっており、笛の音に合わせて数十人の人たちが踊っていた。衣装は白地に紺色の流水模様の浴衣、女は紅の帯、男は黒地に金の鱗模様の帯。踊るというより舞うと言った方がいいような優美な動きで、普通の踊りの時のようなにぎわしさやテンポあるいはノリは全く感じられない。俺たちより先に来てこれを眺めていた隣の人がいきなり駆け出し踊りの輪の中へ入って中の人と手を取り合った。知り合いがいたらしい。前の方からあの老人が笑みを浮かべながら静かに俺たち親子に近づいてきた。ああ、来はりましたんやな。こんばんは。不思議なお祭りですね。老人は不思議な言葉を口にした。あの中に会いたい人がいたはりますやろ。会いたい人？わけがわからずポカンとする俺。母が突然駆け出した。母さん？伸ばした手の先によく知っている人がいた。実家にいる頃いつも見ていた人。写真立ての中で笑っている俺と面差しのよく似た青年。俺が2歳の時亡くなった父だ。
まっしぐらに父に向かって進む母を、踊り手たちは空気のようにするりとかわし、何事もなかったかのように踊り続ける。一足ごとに母の時間が逆戻りする。わずか三年余りの妻としての日々と、その何倍もの母としての時間。今、父の手を取りながら、母は席を切ったようにしゃべり続け、父は黙って微笑みながら、時折相槌を打っている。二人の間に涙はない。何を話しているか俺には聞こえないが、きっと言葉で時間を溶かしているのだろう。時を超え、両親は恋人同士に戻っている。初めて見る両親の姿。ああ、父はあんな風に笑う人だったのか。母はあんな風にはにかむ人だったのか。これだけの歳月を隔て、まだ惹かれ合う二人に思わず胸が熱くなる。父に誘われ、母が踊りに加わる。なかなかうまい。本当に楽しそうに踊っている。俺の頭の中で太棹が鳴り、太夫の声が響く。斧が妻恋、優しやすしや。あちへ飛びつれ、こちへ飛びつれ。あちやこち風、ひたひたひた。羽と羽とを合わせの袖の、染めた模様を花かとって。両親の晩舞をぼーっと眺めていたら、ふと俺のことを思い出したらしい母が、父の手を引いてこっちへやってきた。ほぼ初対面の人に等しい父親に、どう挨拶すべきか。戸惑って言葉の出ない俺を、おっとりとした弟と雰囲気のよく似た父は、物も言わずに抱きしめた。俺よりずいぶんほっそりしているけれど、強く温かい体。父親ってこんなにしっかりした存在感があるのか。大きくなった。万感の思いのこもった父の言葉。気持ちが胸で詰まって言葉にならない。ようやく絞り出せた言葉は、父さん。うん。優しい返事が返ってきた。もう限界だった。俺は子供のように声を放って泣いた。母のことを笑えない。気がつけば、俺は夢中で父に、友人のこと、仕事のことを一生懸命話していた。今まではそんなことは自分のことだから、他人に話してもわかるまいと思い込み、学校での出来事さえ、必要なこと以外は母に話さなかったのに、父の静かな返事や一言が嬉しかった。子供が親に、日々の出来事を全部話したがる気持ちが初めて分かったような気がする。俺の話が一段ついた時、父は少し寂しそうな顔をした。ごめん、もっと一緒にいたいけど、そろそろ時間みたいなんだ。時は歩みを止めてくれなかった。でも嫌だとダダをこねたところで、せんなきこと。大事な人に心配をかけるだけ。ああ、わかっている。笑って見送ろう。口惜しいよ、お前たちの力になってやれなくて。大丈夫、任せろよ、俺がいる。長男だもの。俺は親指を立て、
父に向かって偉そうに大見得を切った。安心したようにうなずく父に、母がとても優しい眼差しを向け、父が最上級の笑顔を返す。じゃあ、そろそろ行くよ。父は踊りの輪の方を向いた。父さん、呼びかけずにはいられなかった。父が振り返る。俺、二人の子供でよかった。本当にそう思った。父は嬉しそうに笑い、そのまま煙のようにスーッと姿を消した。母はしばらく無言で、父が姿を消したあたりを見つめていたが、やがて諦めたように首を振り、帰りましょうと俺を促した。翌朝、まだ眠っている母を部屋に置いて、奥木船橋のたもとまで行ってみた。昨夜の橋のたもとをくっと左へ折れ、山の中へ入る細い道は、やはりなかった。あの老人が言っていた。山祭りは時が合わねばならないのだと。それは俺たち親子が見た幻だったかもしれない。でも、会いたい人に会え、伝えたいことを伝えられた。幸せな旅だった。私が小学校3年生の時の話です。その頃、とても仲良しだった清美ちゃんという女の子がクラスにいました。彼女と私は学校が終わると毎日のようにお互いの家に行き来しては二人で遊んでいました。その日は彼女の家の台所のキッチンテーブルで二人でドラえもんを読んでいました。その内容は、ドラえもんがのび太に切り抜き絵本のようなものを出してあげます。それにはケーキやお菓子、車など、いろいろなものがあり、切り抜いて組み立てると本物のように食べれたり、乗れたりするというものでした。清美ちゃんは早速、ブルブルちゃん、私のあだ名です。これ面白い。真似してみようよ。と画用紙やハサミ、色鉛筆を持ち出しました。もちろん本物になることなどありえないと理解できる年齢でしたが、とても楽しかったのを覚えています。そして日も暮れかかり、私が家に帰らなければいけない時間になりました。清美ちゃんはいつもそうするように玄関の外まで私を見送りました。その時、清美ちゃんが言いました。ブルブルちゃん、今日のこと、大人になっても忘れないで。清美ちゃんがいきなり変なことを言うのには慣れていたのですが、その時は彼女の雰囲気がいつもと違うので、なんでと聞き返しました。清美ちゃんは続けました。今日の私、32歳の私なんだ。ますます私には訳がわかりません。でも、彼女は続けます。2002年だよ。32歳。ブルブルちゃんのことを思い出してたら、心だけが子供の私に飛んでっちゃった。はっきり言って、聡明とは程遠かった子供の私は、なんだかわからないけど、2002年と言ったら、超未来で、車なんか空飛んでたりするという考えしかないくらい遠い遠い未来。ドラえもんの未来からか。なんておバカな受け答えしかできませんでした。清美ちゃんはそんな私を笑いながら、それが全然、漫画の世界とは違うよ、と言いました。そして私と清美ちゃんは
また明日遊ぶ約束をして別れました。今考えるとなんであの時もっと話しておかなかったんだろうと後悔しますが、なんせ子供だったし、清美ちゃんも私と同様二人でよく SF チックなことを夢見ていたので、別に清美ちゃんが私に言ったことがそんなに変とも思わなかったのです。翌朝学校に行くと、いつものように清美ちゃんが私に話しかけてきます。まるっきりいつもの清美ちゃんでした。そして私もまた清美ちゃんが私に言ったことなどすっかり忘れて、そのまま毎日が過ぎて行きました。そして私たちは5年生になり、それと同時に私は地方へ引っ越すこととなりました。そのまま清美ちゃんとは二度と会うことはありませんでした。今年2002年、私は32歳になりました。そしてハッとしました。あの日の清美ちゃんの言葉を思い出して、もしかして、もしかして、もしかしてと。私はその後も引っ越しを繰り返し、今では海外在住です。清美ちゃんを探したいのですが、結婚していれば名字も変わっているだろうし、どうやって見つけられるか。私は片親でした。当時はまだ珍しく、世間からは白い目で見られがちだった。ブルブルちゃんと遊んじゃダメよ、片親なんだから、なんてよその子供の親が私の目の前で言うなんてことも珍しくなかったし、大嫌いだった先生に、片親だからね、目つきも悪くなるだろうとクラスみんなの前で言われたこともあった。そんな中、清美ちゃんだけが私の友達で、子供時代の唯一の理解者であったと思う。会いたいと思う気持ちがそうさせたのか、2週間ほど前にあの日の夢を見た。あの日と同じ清美ちゃんのお家の台所、キッチンテーブルいっぱいに画用紙と色鉛筆、私が自分の家から持ってきたコロコロコミックが2冊置いてある。台所からは6畳ほどの居間が見え、清美ちゃんのお母さんが緑色の座椅子に座ってテレビを見ている後ろ姿が見えます。本当に何もかもが私がこの夢を見るまで忘れていたことまでがはっきりと目の前にありました。清美ちゃんがケーキの絵を画用紙に描いて色を塗り、私はその横でハサミを持って清美ちゃんが描くケーキを見つめています。私は夢の中で、これは夢だと自覚していました。清美ちゃんがふと手を休めて小首をかしげて私を見ます。私は彼女に言いました。清美ちゃん、今日の私も32歳。清美ちゃんはびっくりした顔をしたと思うと、私を見つめて言いました。忘れなかったんだ、ブルブルちゃん。清美ちゃんは半分泣き笑いのような表情です。私も泣きそうになるのをこらえながら言いました。ドラえもんの未来じゃなかったね。そして二人で泣きながらも大笑いしました。そして私は目が覚めました。32歳の私の体で涙が止まりませんでした。ただの夢だったのかもしれない。でも私は時空を超えてあの時の清美ちゃんに会いに行ったのだと思いたい。かつて清美ちゃんがそうしてくれたように。俺、離婚したんだ。で、生活力がないからと、子供も向こうに取られちゃって、もう何にも残ってないの。で、もうどうでもよくなって適当に死のうかと思って、ブラブラと家の近所を散歩しながら、死ぬ方法を考えてたんだ。そしたらいつも通ってる道なのに気づきもしなかった神社を見つけて、
そこの木で首吊りしてみようかと様子を見に境内に入ったんだ。入ってみると結構広い神社で、ああこの木なんか枝ぶりがいいなとか思いながら見て歩いてると、突然目の前に巫女さんが現れて、泣きながらバカとか大声出して俺のこと引っ叩いたんだ。わけわかんなくて呆然とする俺を、死ぬくらいなら何でもできるでしょとか泣きじゃくりながら怒鳴りつけ、建物の中に走り込んでいっちゃった。しばらく呆然としてたけれど、いきなり涙が溢れてきて、そこでワンワン泣き出しちゃったら、神主さんが出てきて家の中に入れてくれて、いろいろと聞いてくれたんだ。だいぶ落ち着いてきて、だんだんと生きる気力が湧いてきて、あの巫女さんにお礼を言いたくなったので、神主さんに聞いてみると、そんな巫女はこの神社にはいないと言われた。俺はなんとなく、この神社の神様が俺を叱ってくれたんだと思うことにして帰ってきた。あの巫女さんに言われた通り、明日からガキの頃諦めた夢を叶えるために頑張ってみようと思う。神様、巫女さん、神主さん、そして元嫁にも子供にもありがとうと言いたい。俺、頑張ってみるよ。俺に父はいない。俺と双子の妹が生まれるずっと前に癌にかかり、俺たち兄弟が生まれてしばらくしてから亡くなったらしい。俺たち兄弟が小学生になったある日、学校から帰ってのんびりしている時に林家で火事が起き、あっという間に俺たちの家にも火が燃え移った。母は仕事でいなかった。妹の手を取り部屋から脱出しようとしたが、ドアノブが火の熱によって溶かされ出られそうにない。この時、熱せられたドアノブを握った俺は右手を火傷した。部屋は2階だし、窓から脱出しようにもできるわけがない。俺は助けが来るまで熱から妹を守るため、布団で妹を包み必死に抱きしめた。ただ、俺も妹も限界に近い。その時だった。誰かが俺の体を包み込んだ。俺たちは無事助かり、どういう経緯で家から脱出したかは覚えていない。ただ、わずかに覚えているのは、ぐしゃぐしゃの泣き顔の母。それと、あの火事の中、手、痛いだろ。偉いぞ。男の手は、愛する人を守るためにあるんだ。という言葉と、ずっと誰かが抱きしめてくれていたこと。確かその人は、坊主頭でちょっと垂れ目、左目の下には傷跡があった。後々大きくなった俺たちは、母から父の手紙をもらった。それと、俺たちが生まれて間もない頃だろう。家族写真が何枚か入っていた。ありがちな展開だけどさ。写真の中で笑う父は、坊主頭でちょっと垂れ目、左目の下に傷跡があった。薄くて誤字だらけの手紙は読むのがやっとで、手紙の最後にはこう書かれていた。男の手は愛する人を守るためにあるんだ。お化けになっても俺は家族を守る。俺に父はいない。でも俺にとって父は偉大で、大切なことを教えてくれた。妻ともうすぐ生まれる子供をこの手で守っていくよ。あなたを見習って。
子供の頃、いつも知らない人が私を見ていた。その人はヘルメットをかぶっていて、襟足に布がひらひらしてて、緑色の作業服のような格好で、足には包帯が巻かれていた。小学生になってわかったが、まさに兵隊の格好だった。その兵隊さんは私が一人で遊んでいる時だけでなく、校庭で遊んでいる時や母と買い物でスーパーに行った時、いつでも現れた。少し離れたところに立って私を見つめている。自分以外には見えていないし、いつもいつの間にか消えている。私も少しは怖がっても良さそうなものだったが、何せ物心ついた時からそばにいるし、何よりその人から恐怖心を感じることは全くなかった。キリッとしてて優しげで、古き良き日本人の顔って感じだった。やがて中学生になった。ある日、いつもと違うことが起きた。テストを控えた寒い日、夜遅くに私は台所でミロを作っていた。ふと人の気配がしたので横を見ると、兵隊さんがいた。けれど、その日は手を伸ばせば触れるくらいそばにいた。寝ぼけていた私が思ったことは、意外と背が低いんだな、くらいだった。それは何でしょうか。体の中に声が響いたような感じだった。兵隊さんを見ると、まじまじとミロの入った鍋を見ている。ミロって言ってもわかんないよね、と思った私は、半分こしよ、と言ってミロを半分に分けて、カップを兵隊さんに渡した。失礼します。そう声が響いて、両手にカップを持って、ふうふうしながら兵隊さんはゆっくり飲んでいた。飲み終わってまた声が響いた。こんなにうまいものがあるんですね。少なくて悪いかなと思った私は、おかわりすると聞いたが、兵隊さんはカップを私に手渡して、敬礼してふっと消えてしまった。別の日に一人で家にいるとき、クッキーを作っていた。焼き上がり冷まそうとお皿に並べていたら、人の気配がしたので窓を見ると、庭先に兵隊さんがいた。私はおいでよと手招きをしたが、兵隊さんはニコッとして首を横に振った。あれ?と思っていたら、兵隊さんは敬礼してふわっと消えた。ヘルメットから出てる布がふわりとしたことを覚えている。それきり、兵隊さんは私の前に現れなくなった。今でも兵隊さんのことを思い出す。美味しいものを食べた時や、料理が美味しくできた時。兵隊さん、どこかで美味しいもの味わえているかなって。今夜のお話は、太平洋戦争中に偵察機のパイロットだった仮に山下康信さんとしておいてください。この山下さんから伺ったちょっと不思議で切ないお話なんです。私ね、この話大好きなんですよ。戦争も半ばを過ぎた日本軍が連合軍に押され始めた頃、南方のある島から山下さん、敵基地の偵察に出ることになった。敵の基地はかなり離れた位置にありましてね、海を渡って偵察に行かなきゃなんない。山下さんの搭乗する偵察機は、総発でもって、福座の二人乗りですよね。かなりスピードの出る機体だったんですよ。600キロ以上は出たんじゃないかな。偵察機ですからね。皆さんご存知のゼロ戦のようにぐるぐる回って空中戦するには向いてないわけだ。敵地を偵察した後はこの高速でもって逃げるわけですよね。敵に発見された場合も同様にね。だから山下さん、
敵から逃げる方法についてはいろいろとね、よく知っていたそうですよ。でね、山下さんはパイロットだったんですが、この偵察機の後席にね、もう一人乗るわけだ。後席は偵察員の役割でしてね、写真を撮ったり通信したり、敵機が襲ってきた場合は旋回機銃でもってね、迎撃することもあるんですよね。その偵察機にはね、岡田さんという山下さんの先輩の方がいつも搭乗していたそうですよ。この方、面倒見のいい方でね、何かってと山下さんの世話を焼いてくれたり、かばってくれたりしたんですよね。そんなわけで山下さんもね、岡田さんにはよく懐いて、絶対的な信頼を寄せていたそうなんですよ。岡田さんいつも言っていたそうです。おい、ヤス、貴様は操縦者なんだから操縦に専念しておればいい。後のことは全部俺がやってやるから、その代わり絶対に敵さんに落とされるようなことはしてくれるのよ。そんな息の合った二人が基地を飛び立ったのは昼も過ぎてからのことだった。敵基地には日没前に到着し、夜陰に紛れて帰還するというベテラン搭乗員にしか許されない偵察だったんですよ。っていうのもね、当時の航空機には GPS なんてものはないわけですからね。地図の上に定規で持って線を引くわけだ。東に何ノットで何時間飛んだから何キロ東に移動した、次は南にといった感じですよね。自分の現在地と帰る方向はこの地図とコンパスだけが頼りなわけですよ。夜ともなれば海の上は真っ暗、真の闇ですからね。星なんかを除いては何の目印もないわけですから、いかに危険かがお分かりになると思います。現在位置を見失ったら相当運悪く陸地にぶち当たらない限り、さまよった挙句燃料切れで海の藻屑というわけだ。でね、かなりの長距離を飛んだものの敵にも発見されず、敵基地の偵察を終えた二人は帰りの途に着いた。山下さん、機内電話でもって岡田さんに連絡する。岡田さん、大成功ですね。これより基地に帰還します。岡田さんの元気な声が返ってくる。敵基地の写真もバッチリだ。帰り道もちゃんと記録してるから俺の指示通り行ってくれ。進路270で固定、無事送り届けてくれよ、ヤス。この偵察機ですがね、操縦席と偵察席は結構離れているんですよね。飛行機の後ろと前に席があるわけだ。なんでお互いの顔を見ることはできないもんでね、連絡は機内の電話でもってするわけですよね。太陽がだいぶ西に傾いた頃、突然岡田さんの叫び声が響いた。敵後ろ情報、急降下。同時に機銃の発射音が耳をつんざくように聞こえてきた。ツカカ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 カ。どうやら2機編隊の敵につけられていたらしい。自分たちの後ろ情報から1機が急降下してくるのが見えた。山下さん、敵の両翼が機銃走者の閃光でパパパッと輝いたのを見るや、ラダーペダルをガンと蹴りつけて機体を横滑りさせた。敵の機銃弾の束が横スレスレを通り過ぎてゆく。同時に岡田さんの放った弾丸が敵機に命中したらしく、敵は黒煙を吹きながら急降下して離脱した。やったぞヤス、もう一丁来るぞ。残りの一機が急降下を開始した。山下さん、先ほどと同じように敵の発砲を待った。敵はベテランらしくなかなか発砲してこない。そしてかなりの近距離から射撃を開始したんです。でも山下さんもベテランですからね、避ける自信があった。山下さんが木を横滑りさせると、敵がガーッとごう音をとどろかせながら通過していった。と同時にガン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 、機体に衝撃が走った。あっ、岡田さんの叫び声、まさか被弾したのか。山下さん信じられなかったが、どうやら敵はかなりの腕を持っていたらしく、1回目の山下さんの回避軌道を見て、点での射撃をせず弾を散らした面での攻撃をしてきたらしい。そのため被弾は数発にとどまったようだったし、
ソジュに影響はなかった。ケーキも正常値を示している。山下さんほっとしたが、すぐに機体を近くの大きな雲の中に突入させて隠れたんです。そういえば岡田さんは大丈夫だろうか。さっきの叫び声、まさか。山下さん岡田さんに声をかけた。岡田さん大丈夫ですか？少しの間を空けて岡田さんの声がする。ああ大丈夫だ。ちょいと炸裂弾の破片でかすり傷を負ったがな、こんなもんはどうということはない。おいヤス、よく逃げ切ったな。被弾したのは残念だがよくやった。さあ帰ろ。元気そうな岡田さんの声に山下さん心底安心したそうですよ。ヤス、進路247だ。了解、進路247。ヤス、もう日が暮れるな。俺は少し疲れた。少しの間眠らせてくれ。なあに、帰りの案内はちゃんとするから心配するな。わかりました。寝ぼけて方向間違えないでくださいよ。雲から出るともう日は暮れて辺りは真っ暗になっていた。敵機も諦めたらしく周辺に気配はない。1時間ほど飛ぶと疲れが出て山下さん眠くなってきた。ほんの少しうつらうつらしてしまったんですがね。するとすぐ耳元でもってね。ヤス、操縦者が寝ててどうする？岡田さんの劇が飛ぶ。よく寝てたの分かりましたね。俺は何でもお見通しさ、ヤス。そろそろ進路変更点だ。進路人4人で固定しろ。はい、進路人4人、了解。もしも自分だけならばまず不可能であろう闇夜の帰還も岡田さんの的確な工法で順調だった。やがて水平線の彼方に黒々とした投影が見えてきた。岡田さん、岡田さん、島が見えました。もうすぐ基地に到着ですね。ああ、ヤス、よかったな。帰ってこれたな。岡田さんの嬉しそうな声が聞こえた。飛行場へ近づくとエンジン音に気づいた基地隊員たちが外に出てきて、松明でもって即席の着陸誘導灯をこしらえてくれていた。ランディングギアを出し滑走路に設置すると岡田さんの声がした。ヤス、お疲れさん。ありがとうな。貴様のおかげで帰ってこられたよ。また一緒に飛ぼうな。その時山下さんポンと肩を叩かれた気がした。機関の安堵感で疲れがどっと出てぼんやりとした意識の中、基地の隊員が駆け寄ってくる様子が見えた。みんな笑顔で騒ぎながら走っている。いやー、岡田さんがいなかったら自分だけでは生きては帰れませんでしたよ。その時騒いでいた隊員たちがシーンと静まり返った。山下さん、おやーと思ったんですが、とにかく疲れていたので早く眠りたかったそうですよ。やがて操縦席の風防が開かれ、隊員の一人が顔を突っ込んできて悲しい顔で言った。山下、おかえり。岡田さん、残念だったな。だがお前だけでも帰れてよかった。山下さんね、何言ってんだってムッとしたそうですよ。こんな時に失礼な冗談言うなってね。でもね、なんだか様子が変なんで、山下さん操縦席を出て後席に向かったそうですよ。すると岡田さん、後席で冷たくなって亡くなっていたそうです。敵の弾丸が腹を貫通していましてね、足元は血の海だったそうですよ。軍医の話によると、岡田さんが亡くなったのはだいぶ前で、時間を逆算するとおそらく日没付近であったということです。山下さん、そんなはずはない。岡田さんは着陸するまで自分に指示を与えてくれていた。だから自分は帰れたんだと食い下がったそうなんですがね、軍医はありえないと首を振るばかりだったそうですよ。山下さん後から思ったそうですよ。き
と岡田さんは亡くなった後も俺のことが心配でずっとそばについていてくれたんだと。着陸の時肩を叩かれたのはあれは岡田さんの別れの挨拶だったんじゃないかな。そんな私ももう88歳になりましてね、もうすぐ先に待ってる岡田さんに会えるんで、ようやくあの時のお礼が言えるんですよ。山下さん、微笑んで話してくれましたよ。不思議な話ですよね。戦場という極限状態の場所にあっては、どんなことが起きても不思議はないんでしょうが、私、この話、なんだか嫌な気はしないんですよ。軍人さんらしいというか、男の優しさというかね。なんだか胸に熱いものが、込み上げてくるんですよね。